5年に一度の大きな変革。2019年で60周年を迎えた通称「おかいつ」として長年親しまれている教育音楽番組「お母さんと一緒」。親と子供、そしてその子供がまた親となる、脈々と受け継がれてきた同番組が今 SNS によって大きく変わり続けてあることはご存知でしょうか。おかいつでは5年に一度ぐらいのペースで大きな変革が起きているように感じます。そして今回は世界を揺るがすコロナショックと SNS の急激な成長によって起きたおかいつ卒業メンバーによる YouTube デビューについてレポートしました。お母さんと一緒、近年の大きな変革といえば、2013年以降、埼玉スイパーアリーナなどの大型施設のスペシャルステージや、全国のシネコンで公演を生中継するパブリックビューイングなどを開催。ライブを楽しんだり、現地に行けなくてもリアルタイムでステージに参加することができるようになりました。2018年9月には初の映画「初めての大冒険」が公開され、同年末の「紅白歌合戦」では夢のキッズショーと銘打ち、お母さんと一緒のメンバーが登場してお茶の間を盛り上げました。60年を経った今もお母さんと一緒ワールドはますますの広がりを見せています。次に2018年から2019年にかけての大きな動き。 SNS 世代のママパパの心をがっちり掴んだ大輔お兄さん、匠お姉さん、よしお兄さん、りさお姉さん、レジェンド4名の卒業です。大輔ロスまで巻き起こした横山大輔さんは9年間、大輔お兄さんと同期の第20代歌のお姉さん三田野匠さんは8年間と、人気のあるお兄さんお姉さんの卒業はとても印象に残っていますね。そして今回大きな変革が、日本のみならず世界を揺るがすことになった新型コロナウイルスの波です。お母さんと一緒は大幅な変更はないものの、元お母さんと一緒メンバーによる YouTube 進出が目立ち始めました。コンサートや音楽界の活動が自粛される中、 YouTube というプラットフォームを使ってステイホームにより苦労を抱えているママパパに向けて何かできないかという思いからの動きと予想されます。よしお兄さんの YouTube チャンネルによるリモート配信も話題になりましたね。レポートしていますのでぜひチェックしてくださいね。最後に元おかいつメンバーで YouTube を行っている5名の方をご紹介させていただきます。伊藤真由さんによるまゆまめ TV です。はいだしょうこさんによるはいだしょうこの歌とかです。横山大輔さんによる横山大輔チャンネルです。小林義久さんによる「よしお兄さんと遊ぼう」です。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ皆さんも YouTube チェックをしてみてください。チャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いします。